吉田さんあの私は将棋をしなくなってもうね20年以上経つんですけどもあの将棋を打ってると飛車とか角とかっていうまあ大玉がありますよね。あれを相手に取られたら、まあ、勝負あったみたいな感じがしてですねああもうちょっと失敗したなみたいな戦略ミスかなっていうところがありますけどもでもそこから逆転する方法っていくらでもあってでは飛車がなくなったらどういう戦術でいくかとかね角がなかったらどういうふうに打っていくかとかで飛車角がなかったらどうやって。 相手を抑えててていいくかっっう,うな対処法っていうのがあればねやっぱ対処できるんですよね。となると、まあ、人生もビジネスもそうなんですけども失敗だと思ってその失敗を埋める対処法に向かわなければそこで失敗が確定するけども失敗を糧にそしてその失敗に対応する策を取っていけば失敗すら成功のためのね要素になっていくってことがあると思うんですよね。 うん失敗って何を失敗って言うんだろうね <laughs> とかになっちゃいますよねうん。だからこの成功っていうのが99の失敗によって支えられてる表面に出た位置っていうふうに考えるとまあ確かにそうだと思いますしさまざ、あ、まなあのミスを犯しながらねヒューマンエラーを犯しながら次にはそういったミスや失敗がなくなっていくことがまあ成功の材料になるのかなと思うわけですよね。うんだやっぱこう成功の頂にに立つためにあの失敗という転落を せずに進むことは難しいし、カスリキズとかね、うん、そういうのあるんじゃないかなと思いますよね。まあ,あ唯一失敗と言えるのがあれじゃないですか。あの生命の活動が終わった時じゃないですかね、うん。なんかそうなると復活ができないんで、そこでゲームオーバー、ゲームセットってなっちゃいますんで、うん、まあ、まさにそこで目標達成ができませんでしたっていうね、ミッションインポッシブルということになると思います。